こんにちは、ドクターネックスです。今回は、戦艦モンクエストの7周年記念の塔、エクストラ改装を、やっていこうかなと。まあ、最初のうちは何にも難しいことないですね。待ってろ。覚えてます。それぞれのキャラで出れば、誰でもいけるという。果たしてこれを録画する意味があるのかどうかもわかんないですが、まあまあまあ。次、ここですね。行こう。急処置をしておいたから、サクサクいきますよ。27の次、エクストラ3階層。出てこい。黒崎一心限定って書いてるけど、芝一心さんですけどね、これね。させるかよ。礼ならいらねえぜ。爽やか。ね、ここに黒崎一心限定って書いてある。こんな感じ。ん、ロックがかかるわけではない。今使用中。次、37の次、エクストラ4階層。条件見てなかった。終わらせましょう。キスケ限定だった。どこ行くんすか。これがあなたの運命ってことっす。ちょっと棒出しすぎな気がするな、なんか。キスケ限定だね。で、エクストラ5階層。ウリュウ限定。見せてやる。くらえ。これで満足か。1秒未満でしたね。そしてこっからですね、メインはね。死神所属の技、アランカルキラー。なるほど。楽しませてくれよ。耐えられるかな。はっ。ハッ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 。あら。耐えられるかな。はっ。なんて。少しは楽しめたよ。次、エクストラ7、隊長のわざくに、あ、山爺ですね。行くぞ。甘いわ。
逃さぬ。強すぎますね。肩はついた。8クインシー所属ということで7周年ウリュ見せてやる。くらえ。大丈夫、こっちじゃない。くらえ。くらえ。改めて範囲広いね。いっそう、今ちょっとバグってますよね。その開始位置がいつもの立ち位置じゃない。これで満足か。多分これガチでタイムアタックするとき今の方が早いですね。9階層ユーハッパハ。始めよう。ちょっと試してみようかな。この移動したときにグググってやって一回瞬ポブ出なかったな。奪うだけだ。貴様なことだよ。できるとちょっとできないじゃん。私ここまでか。ラストが1号なのかな。新たな世界へ。ラスト、そうですね。7周年1号。あ、なんか、待って、リンクが1個ない。勝負し。勝負しようぜ。吹き飛べ。逃がさねえ。こっちじゃない。吹き飛べ。あれ。吹き飛べ。逃がさねえ。結局こっちか。あれこれ結構実は硬いやつだっけ。吹き飛べ。邪魔すんな。吹き飛べ。逃がさねえ。悪い、みんな。こんなもんだろ。ちょっと試してみましょうか。キラー8倍を優先しなきゃダメな。これ始めるか。死の2倍よりもアランカルキラー優先ですね。アイゼン行こうか。もう一回チャッピー積むと結局強すぎるからな。あえてチャッピーは積まず。
これでどれほどダメージが出るかな。楽しませてくれ。はっ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 。でも別に耐えられるかな。はっ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 。硬すぎて無理ってことでもないか。ゴリの殲滅。はっ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 。いつの時に硬すぎたかちょっと覚えてないですね。まあまあまあ、はい、こんな感じでしょうか。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。